はい、じゃオ亀岡です。 今日はですね、マザーズ指数がね、今戻りつつありますので、今後、成長株とかね、マザーズ指数、そしてグロース株にもう一回ね、資金が戻ってくるのかどうかっていうのを検証したいなと思っております。で、この番組は個人投資家は独学で勝つと、それだけのね、情熱と信念を持ってお届けする番組になります。それでは行ってみましょう。まずはね、えー、今までずっとの循環株ですよね、低株であったりとか、えー、あとはね、えー、ずっと安く売られていたような、まあ、大型、中型の,あの成長株って言いますかね、えー、まあ、敏感株、あの、景気敏感株に資金が 流れていました。でそれがね、えー、徐々に今日の僕のね 口座でである楽天証券見たんですけども結構株上がってるんですけども、そんな僕のね、えー、証券口座、あの、増えてなかったんですよ。あれおかしいなぁと思ったんですけども、これはね、一人に、えー、もしかしたらまたね、えー、相場の節目が変わって、これまでね、えー、ずっと買われていたような、いわゆる低株であったりとか、小型株であったりとか、景気銀、敏感株ですね。このあたりが、ちょっと利確の対象になってわからないですよ。あくまで僕の、まあ、感覚的にはね、えー、もしかしたらマザーズとかね、成長株、それからね、えー、グロース株、この あたりに資金が流れてくるんじゃないかなというのをちょっと感じていますで、そのね流れの一つとしてこちらのね、えー、マザーズ数なんですけどもここに抵抗線があったんですねこの番組では何度も話している通り1100のところに、えー、大きな抵抗線があってつめ全てね この辺りでずーっと跳ね返されて、えー、上はね、えー、1340のところで、まあ、綺麗なレンジって言えば綺麗なレンジですけどね、えー、レンジ相場をずーっとやっていました。で、この中で、ね、えー、戦っていれば、まあ、比較的勝ちやすい、まあ、取りやすい、まあ、相場だったと思うんですけど、このマザー数はね、えー、この辺で勝っちゃった人は逆にね、えー、大きく損をしたりとか、まあ、えー、ずーっとね、ロスカットできない人はね、資金を塩漬けにして、資金の回転率が下がったということだと思います。ただね、あとは、まあ、そのエントリーシナリオなので、その後また上がってくるとか、また資金がも 持ってくるということを考えていれば別に長期で持ってる分にはね構わないと思うんですが短期でどん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 ね利益を増やしていこうと思ってる人にはちょっと苦しい相場だったんじゃないかなと思いますただここに来てね、えー、また跳ね返ってますよね、えー、なのでもしかしたらまた大きくねここから1300ポイントぐらいまで上がってくる可能性はあるんじゃないかなという中で、えー、今回ねそのまあ、えー、と流れを読んでいきたいなと思うんですがまずは一つまあ理由としては 米国株が上昇し,している中で、ナスダックですよね。これが4%高。昨日、おとといぐらいですね。で、またさらに上がってきてますので、このテクノロジー株とかね、えー、あの、成長株に資金が戻ってるっていうのが一つ理由としてあるんじゃないかなと思っております。で、これによってね、えー、当然ナスダックが上がれば、まあ、あのね、日本のね、マザーズ数も上がりやすいと、まあ、似てますので、あの、立ち位置はね、フィンテックとかテクノロジーとかね、えー、これからの小型株っていうところで、えー、大きくね、えぇ、ー、まあ、そういった意味でアメリカが上がってる中で、日本も上がりやすかったっていう下地ができたっていうのがあるんじゃないかなと。 と思いますでまたね、えー、もう一つはね、このバイデン大統領が、えー、コロナワクチンをね、えー、もう7月までには、まあ,もうせあの何も、もう制圧するぞみたいな。 もう押しとどめて、えー、ま、正常化させるぞっていうことをね、えー、発表したんですよね。これヤフートピックスさんのニュースですけども、まあ、これを演説したことによってね、えー、大きく安心感って言いますかね、が演出されましたよね。まあね、あの、バイデンさんはね、えー、そういった意味では結構やっぱりこう、まあ、人々のね、心を掌握するのが焚けてるのかなと思うんですが、まあ、詳しく見るとね、えージ、ジョンソンジョンソンのワクチンを実用化したことによって、5月末までにね、えー、全成人分、約3億人分のワクチンを確を供給できるってことを強気に発表したんですよね。これが これ、まあ、人々のね、えーまあ、あの安心感を生み出したとともに、じゃあそれをね、えー、どん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 ワクチンを打つことによって、7月末までには、えーまあ、医療従事者、高齢者に続き、まあ、学校再開に向けてね、先生とか、まあ、成人とか、す、ま、べ、あ、ての人に、まあ、1回目のワクチンをね、えーまあ、提供できるんじゃないかと、まあ、ある程度主要な人にね、ということを発表したんですね。まあ、これがね、やっぱりそのもうすでにね、えー、どういうことかというと、アフターコロナですよね。えー、今後の,その相場が、えー、もうその後のね、 えーまあ、あのコロナ後を見越した相場になりつつあるとそうなると、どうなるかというと、やっぱ成長株とかね、えー、このあたりの、まあ、小型株にまた資金が戻ってきやすくなるというね、新しいその循環になるんじゃないかなということになります。で、これは米国のね、感染者の指数なんですけども、まあね、えー、ずっと述べてみるとね、えー、全国の,あの日本あ世界の述べ数で見ると、どん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 右肩上がりで、 こういうふうに上がっているように見えますけども、マンスリー単位で見るとね、えー、こういった形で、えー、1月の24日というのをピークにして、えー、下がっているっていうのがわかりますよね。で、アメリカはこういった形でもう当然ね、ワクチンをどんどんこう医療従事者を,を中心にして打ってますので、えー、どんどん感染数も下がってますし、何よりね、えー、やっぱり、えー、抵抗力もね、できてます。それからまあマスクをつけるとか、まあ、皆さんでね、緊、え、縮、ーまあ、することによって、外出を控えたりとかね、えー、こういうことによって、まあ、えー、分かりやすく言うと、 対策はできつつあるとそれからね、えー、あとはワクチンがまあ変種といってもね、えー、おそらく感染力を伸ばしてその脅威性は失われていると思いますのでまあ、このあたりでまあそのワクチンと人間の関係性からまあ下がってるんじゃないかなと思いますまあそういった意味でもいいことなんですけどもあとね もう一つやっぱ気になるのが、そのバイデンがね、えー、これから、えっと、2兆ドルのね、えー、まあ、いわゆるもう本当に空前絶後ですね。リーマの時の約3倍から4倍と言われてます。あくまでニュース上ですけども、お3倍から4倍のね、えー、まあ、あの、財政出動します。で、これによってね、さらにその、まあ、資金がね、市場にジャブジャブする中で、FRB もね、えー、まだまだ金利は上げないだろうということを、まあ、先手先手で言ってますよね。もちろん当然上げてくるとは思うんですが、まあ、え、あと半年から1年、少なくとも1年、 以内はね、えー、大丈夫なんじゃないかなとまあバイデンはそれ止めるでしょうとは思ってるんですね自分が就任してすぐにね金利が上がる金利が上がるとねもうご存知のように株が下がるっていうのがまあこれはまあ歴史上まあ当たり前って言いますかね、えー、当然その金融引き締めになりますので、えー、そうによってね、えー、日本のそのバブル崩壊もねやっぱりその不動産バブルを引き締めるためにね、えー、まあ当時のね、えー、まあその 日金がね、引き締めたのと同じような形で、やっぱりその先細るんですよね。景気っていうものが。まあそういったふうに考えると、金利も上がらないという中で、えー、まあジャブジャブね、お金だけはどん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 放出されていくとなると、またね、えー、そのもらったね、えー、人たちが、じゃあまた、えー、投資をしようかってことで、ドビンフッターのね、えー、もう一度再、 再現がされるかもしれない。じゃあ彼らはどこに投資するかというと、やっぱりそのこなれていないんですよ。わかりやすく言うとねえ、投資先にこなれていないので、いきなり、ああ、じゃあ、あのね、えー、最近、まだ、なんて言いますかね、えー、まだちょっとこう、いい銘柄で、えー、ね財務を良くて、不動産もたくさん持っていて、みんながね、注目せないこの銘柄にちょっと、 あの資金を投げよようかってこといこはしないですよね今注目をされているまあフィンテックとかね分、えー、かりやすい IT メーカーとか、えーね、そういったものにどん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 多分投資をしていくことになると思いますそうするとなおさら今後ナスダックに資金が集まるとそれを見た日本の、ね、投資家があまたね小型株のブームが来ていると、まあ、トレンドが来ているということで、えー、マザーズも上がりやすくなるというその循環が流れてくるんじゃないかなとつまりですね 前お話したセクターローテーションっていう中で、えー、マザーズのね、えー、セクターが注目されるステージが、いよいよね、4月ぐらいから来るんじゃないかなと。3月末からね、4月にかけて。特に、3月末、配当が終わりますよね。この配当までは、どちらかというとマザーズのね、銘柄って、その配当率低いじゃないですか。まあ、その銘柄によってはね、違いますけども、ほとんどの銘柄はね、やっぱりその無敗だったり、やっぱ成長の方向いてるので、えー、ね、えー、なかなかその資金はね、内部リーフとか、次の、おね、なんていうか、攻めの一手のために、お金を使っていく人税、人、 経費とかね、えー、あとはその技術開発とかビジネスモデルの強化とかね、こういうところに使っていくので、どっちかと,とね、オールデイエ,エコノミーの会社の方のが配当率が高い傾向があるんですよね。えー、そういった意味では、えー、もう配当のね、シーズンが3月末で終わるので、大きなね、そのじゃあそうすると4月以降どうなるかというと、もう配当銘柄狙いじゃなくなるので、それもね、またあのマザーズの銘柄にとってはね、小型株にとっては追い風になるんじゃないかなと思っております。なので、えー、まあもしね、えー、これはもちろん僕の予測ですし、あの当たるも 当たるのも件で、半分ぐらいしか僕は当たってないと思ってますので、えー、半分か6割ぐらいですかね、えー、まあ分かりやすく言えばね、えー、旬の、まあ、果物を買いに行こうと思うとわざわざね 来ててもおかかしくないかなないいいいととうう流れは感じているてことになりますのであとはね、皆さんの方の、まあ、判断であったりとか、まあね、相場予測であったりとか、まあ戦略シナリオですね、戦略、戦術、作戦、まあオペレーションということになりますので、えー、今ね、どういうその俯瞰でね、大局観で見て、えー、物事を判断していくかっていう中で、えー、考えていただきたいなと思っております。まあもしね、えー、ハイテクマザーズ株が来るんであれば、えー、またね、えー、そちらの方が熱くなる可能性もあると思いますし、 これね、えー、本当は昨日お届けしようと思ってたんですけども、この後ね、じゃあ、あの、代表的な10銘柄ですね、えー、マザーズ10銘柄をちょっとこの後分析したいなと思っておりますので、えー、それもね、えー、今日の夜までにお届けしたいと思っておりますので、もし参考にね、まあこれはどちらか材料が出たというよりは、代表的なマザーズ銘柄がね、今どのあたりのチャートの位置にあって、まあね、どういうチャートパターンになっているかっていうのをこの後分析したいと思ってますので、まあ参考程度にね、えー、この後聞いていただきたいなと思っております。それではね、まずはマザーズの動向でした。えー、今日は以上になります。 高速でゴー